こんにちは。研ラビュー始まりました。今週は北海道大学の平本先生とお伝えします。よろしくお願いします。ますさあ、先生、今日はですね。はい、地方創生の一環としても注目されています。はい、地域商社について、はい、最近聞くようになった言葉ですね。うん、そうですね。はい、例えばこちらをちょっとご覧いただきまして。はい ざっくりとご紹介しますと、うんはい、地域商社といいますのは、えー、特産品ですとか観光資源そういった町の資源を活用した商品やサービスの販路を開拓して、うん、地域の経済の活性化を担う企業と。はい で例えば道内ではご覧の札幌をはじめとしまして、はい、本当にいろいろありますよ、ね、そうですね、こんなにあったんですね、あまり意識してませんでしたが。具体的にしっかりとこういうふうに定義というものはないそうなんですが、うんはい、各地でさまざまな取り組みがあるということなんですそうですね、要はその地域にはまだいろいろな資源が活用されずに残っている可能性があって、うんはい、そういったものをうまくビジネスに結びつけることができれば、地域の活性化にもつながるっていう、そういう考え方なんですね。うん とということで今回は、ですね町の魅力を詳細に町に稼ぐ力をもたらすとされています地域商社の取り組みについて見ていいこうと思います、はい、空知の栗山町、ここに設立から7年目の地域商社があるということで2人は実際に訪れてみることに。 いろいろとあるのではと思うんですが、ええ、まず伺うのはこちらでございます。すねはい、時計屋さんですか？<laughs> ではないんです。あ,あ、そうですか。クリオコさんということなんですか。ええ、ちょっといろんな情報が、はい。あれ、クリとクラっと書いてあるんですね。<laughs> そうなんですよね。聞いたことがあるような。お邪魔してみましょうか。いうはい。やってきたのは合同会社オフィスクリオコだ。はい、早速ですけれども。はい 地域商社ということで私たちお邪魔したんですがこちらで合ってますか、か、はい、合ってます、大丈夫です、時計屋さんですかってよく言われるんですけど、空き、はい、店舗になってたところを改装して、今、私たちが使わせていただいてます<ー> <laughs> オフィスクリオコは2018年に設立、一体どのような会社なのか。 私たちは2018年にです、ねはい、栗山町の地域商社として立ち上げたオフィスクリオコという会社でして、はい、あのもちろんこの飲食店、栗と蔵というのもやってますしコストコの商品も今は取り扱ってますしあ,、はいはい、あとは奥ではあの民泊、ゲストハウスもやってますしい<あ>いろいろやっております、はいね、日本の地方を若者、よそ者が活躍できるフィールドにミッションに。 地域おこし協力隊出身メンバーが起業したのがオフィスクリオコだ協力隊の当時の任務は、ふるさと納税の PR ということで、3年間任期を終えまして、栗山町に残って活動したいなという中で、引き続き栗山町の魅力を外部に発信していきたいということで、会社を起業しました。主な事業内容は 飲食店の運営をはじめご覧の4項目カフェバー栗と蔵はオフィス栗横が最初に手掛けた事業町内に人や物情報が集まる拠点を作ろうと2018年に開業した地元小林酒造の日本酒をはじめ 地場の野菜や卵、麺などを使ったメニューを楽しむことができる。栗と蔵。はい。ちょっと耳馴染みのあるような絵本を若干思い浮かべたんですけれども。はいはい、これは、まあ、ちゃんと一応しっかり意味を持って名前はつけたんですけれども。えー、あの、まず栗、栗は栗山町の栗。はい、で、蔵っていうのが、はい、あの、栗山町に北海道最古の酒蔵が。 ありますので、はい、その酒蔵の蔵を取って、栗と蔵という名前を、ういうはい、付けさせていただきました。ねえー、このお店の改装自体も、あの栗山町の建築デザイナーの方にアドバイスをいただきながら。<ー>そして、こんなところにもこだわりが。壁のあの棚とかもですね、えーうん、あの栗山町の建築会社の品を使ったりとか、この椅子も。うんえー 栗山町のの家具職人さんが作ったたものを使わせていただいだそうですか、これができてから町の方がここに集って、いろいろ話をされたりたそうですね、カウンターでこう<っ>隣だった方が仲良くなって、そのままカラオケ行くとかであったりとか、そういう場所にしたいなと思ってたので、嬉しいですねまた今年から会員制スーパー、コストコの商品を扱い始めたところ、利用客が急増。 買い物ついでにランチもといった具合に思わぬ相乗効果があったというがちこらは最大2組、人が宿泊可能。料金は1泊素泊まり4950円から。 こちらの部屋は先ほどの飲食店や2階にあるオフィスクリオコの事務所と同じ建物内にあるそのためスペースはいずれも共用だこちらに共用のキッチンもありますので、はい、あの長く。 滞在する方とか<ー>栗山の野菜とか使って料理したいという方はこちらですそうか自炊しても構わないわですね、はい、おちょこととっくり <laughs> これはもう日本酒を飲まなければという食器が整ってますよこんな意外な利用もあるのだという 栗山町が実家で、ええ、あの実家以外に泊まりたいという方が利用されたりということもあるのでああなるほど帰省はするけれども、はい、まあ実家他の親戚の方もいらっしゃって結構いっぱいいっぱいだしそうです、ね、なるほど、はいはい、結構週末は満室になることが多いです。すごいな 3> 3つ目のの事業柱は 町から委託されているふるさと納税の業務電話での寄付の受付や返礼品の発注出店しているポータルサイトの運営などなどなどちなみに昨年度の寄付件数は9900件に上るというそして寄付金額はというとすか金額にすると昨年が2億6000万円なんで なるほど。はい、結構なあれですね。あの寄付額ですね。そうですね。町の規模にしては頑張っ,っていると、ね、思います,す、ね、はい。特産品の PR も大事な仕事だ。こちらがあのオフィスクリオコの方であの企画というか文章とかも作成している<っ>ふるさと納税のパンフレットになっておりまして、はい、あの一種のような。ね<ー>、はい ただの返礼品というよりはよりこう事業者さんのことを知ってもらったりとか町の様子を知ってもらったりみたいなことを意識しながらなるべく身近に感じられるような中身をいろんなこう生産者の皆さんが名前付きでこういうことをしてますよというのを紹介されていて応援しがいがあります,ねすね <laughs> お邪魔します,失礼します金谷さんのの案内でこの日やってきたのは 返礼品を出品する、淵野さんの農場。スイカやトウモロコシは、毎年大人気の返礼品だ。本当にいろんな種類のお野菜作ってるんですけど。<え>中でも、トウモロコシが、あの、白と黄色と二色セットがすごく人気になってます。<ー>どうですか?。一緒にやってみて。私ども、どうも作り手っていうのは、まあ、職人芸のような、はい、あの、作り込みに、もうやっぱり。 えー、120%ぐらい気持ちがいっちゃうんですけど、うん、なかなかそれをねあのうまく表現ができてない栗岡さんたちは本当に若い人一丸となっていかにそのねいいものをストレートに表現できるかっていうことで本当にあの密になってこうやって取り組んでくれてることはねなかなかあの他の業態では真似できない私どもは本当に一番あの中心に考えてます。そうですか こちらのハウスで生産しているのは種まで食べられる新品種のスイカピノガールだ玉ながらシャリシャリした食感と強い甘みが特徴だ特別に試食させていただいたこれです。うんほん <laughs> 本当に歯触りがシャクシャク おいしいです、うん、<laughs> こちらも代表版のトウモロコシ栗山コーン甘みが強く口の中ではじけるという淵野さんが惚れ込んだ一品だ最高品種キング・オブ・イエローっていう名称もいただいてわかりますよねこの身のぎっしり感、ねうん、わあ<う>甘い ますようんおいしいホンにポロポロとれるんで食べやすいですね、うん、食べやすい一方十勝の上士幌町にも地域商社がある旅行情報誌のランキングで道内1位を獲得するほどの人気の道の駅を運営するカーチだ2018年の設立から今年で7年目だ 私どもも DMO いわゆる観光地域づくり法人を亀路町で作るという、まあ、結構はっきりとしたあの明確なテーマを持ってですねあの設立に至った経緯もございまして亀路町の地域 DMO という、まあ、位置づけでですねさまざ、あ、まな事業者さんだったりと連携しながらあの、まあ、観光誘客を行っていると。 上幌町には広大なスケールの豊富な観光資源が点在大人気スポットとして知られる田ウ別川橋梁をはじめ良質な泉質のぬかびら源泉郷今年で51回目の開催となる北海道バルーンフェスティバルなど古くから観光業に力を入れてきたそれら町が誇る地域資源を戦略的に売り込み町に稼ぐ力をもたらすミッションを担うのが カーチスタッフは役場からの出向者やパートを含めおよそ40人、移住者の多い会社だという収益事業としてはあの、まあ、結構多角的に行っているんですけれども、まあ、いわゆる売上げ等々を鑑みますと、施設運営、まあ、そこのボリューム感というのが一番、まあ、大きいのかなっていうふうに思っております。 現在の事業内容は主に4項目拠点施設運営と電力小売りが収入の半分を占めている上士幌町を有する町の施設をです、ね、指定管理という形で当社が運営をしているというところでございますカーチが運営する道の駅上志保路は 都勝以外からも多くのライダーや観光客が訪れる地元ならではの食やショッピングを楽しめるとあって昨年度は51万人が来訪売上高は2億3000万円に上った旅の目的地になる道の駅を作っていこうとそこから上士幌町の,あの素晴らしい観光資源を巡っていただいてなるべく長くご滞在いただいて でまたリピートしていただける、まあ、そういうサイクルを作っていくための一つの大きな起点となるような場所ですねスタイリッシュなデザイン、木のぬくもりあふれる開放的な空間、館内はまるでおしゃれなカフェのよう、道の駅イコールドライブ途中の休憩所というイメージから脱却すべく、幅広い世代に向けた内装デザインを意識している。 また地元産の牛肉や新鮮な野菜を味わえるレストランも運営周辺に朝食を食べられる飲食店が少ないことからモーニングの提供を始めたところ非常に好評だというカーチが運営するのはもう1か所内帯テラスだ面積1700ヘクタール 日本一広い公共牧場の山頂8 0 0ートルに佇む内帯テラスは牧歌的で十勝らしい風景を楽しめると人気の展望カフェ年間およそ13万人が訪れる牧場由来のですね、まあ、上小路町の自然資源があの100%お客様にご覧いただけるような まあ、ロケーションが主役というテーマでやっぱりその目に焼きつくといいますか記憶に残るような景勝地かなというふうには私自身も思っていまして、ですからその証拠にそのリピーターが非常に多い施設かなというふうに思っています来場者のほとんどが購入するというソフトクリームは町内産の牛乳をたっぷり使用したオリジナルミルク味は白、ショコラ味は黒。 そしてミックス味は牛ネーミングにも遊び心があふれている人よりも牛の方が多い町上志幌町では家畜の排泄物を活用した資源循環型農業に取り組んでいる 回収した家畜の排泄物をプラント内で発酵させ発生するバイオガスを使って発電酪農の町ならではの地産地消のエネルギーだカーチが運営する上士幌電力がこの電力小売を行っているあの、まあ、直近のレースにはなってしまうんですけれども446件ですかね もしくは一般家庭の方にご加入いいいいいただいているというとうころでございます加入件数は現在、人口のおよそ1割、さらなる契約の獲得を目指すという毎年来ていただいて、ラインナップが変わっていたりとか、レイアウトが変わっていたりとか、まあ、新鮮さっていうのはです、ねまあ、非常に大事だと思いますので。 上幌町の豊富な食材を PR すべく現在カーチが開発したプライベートブランドの商品は30種類を超えるリピーター客を飽きさせないよう常に商品開発を進めている味噌らしからぬおしゃれなパッケージで人気のこちらは特産の大豆を PR するために開発されたまあ一見 あままり味噌っぽくないいと言いますか <laughs>、はいまあ、ちなみにあの使用感もとても使いやすいというところでございますね、ZIP 付きでございます、うんはい。お土産品としてご購入される方も非常に多いので、あのー、もらった方があの興味を引くデザインだったりとか、なるべくそこはその年代問わず、ですねあのいろんな従業員が関わって、いろんな意見を出し合って、まあ、内部でなるべく意見をぶつけ合って作ってるっていうのが、多分 結構特徴的かなとは思うんですよねでこちらの遊歩道をですね、少し歩いていきたいと思うんですけども、ね、昔、士幌線で使われてた線路跡になっておりまカーチが新たな事業として今年から始めたのが、上士幌ガイドバンク。 町民が観光ガイドとして活動できるるよう要請するプログラムだ現在6人がおよそ半年間の研修を経て観光客を案内しているカーチ職員の杉本さんも未経験から今回ガイド登録した一人だはいレールが見えてきましたで昭和14年に開業した駅なんですけども で特にあの昭和29年にですね、あの遠山る台風という襲った時にですねあのこの辺りにある木がバタバタ倒れたんですよね、その木をですね、処理するために多くの人がここに入ってきたというふうに言われております。旧国鉄の士幌線の一部だった人気スポットのタウシュベツ川橋梁。これをはじめとするコンクリートアーチ橋梁群は、町の重要な観光資源だ。 その内帯高原牧場とか田牛別川橋梁とか人気の観光地はあるんですけどもまだまだ本当に知られてない潜在的に魅力のあるフィールドっていうのは本当にいっぱいある町なんですよねなのでそういったフィールドをですねこうぜひいろんな形で生かした事業をですね展開していきたいと思ってますので栗山町の地域商社オフィス栗尾湖も去年から新規事業に取り組んでいる。 2泊3日の期間で町を体験してもらう、お試し地域おこし協力隊のプロジェクトだ。 今やっってるのが、えっと、2泊3日のののが泊日おお試ししし地域おこし協力隊新く始また制度ですよね、はい、あの実際移住したのに合わなかったみたいなこともあるのでまずは2泊3日で町のこととか自分のやりたいことを知るっていうのあの事業になるんですけれども、はい、こちらの企画をさせていただいててちょうど8月の27から29で実施するのでその PR っていうのも一緒にさせていただいてます。 今回募集するのは4人。着任2年目の今年、キッチンカーで起業した北山さんのように、栗山を舞台に起業で夢を叶えたい人材を積極的に採用していくという。金谷さんご自身はどんなきっかけで栗山に私はもともと栗山町出身なんですけれども、地元はご出身 <laughs> そうなんです。ですか。はい、なので協力隊としてあは U ターンで、 来たっていう形にはなってて、こうなんか町に育ててもらったなっていう思いがあって、いつか恩返ししたいなっていうふうに思ってて、ちょうど募集があったので、これだと思って。<laughs> 地域おこし協力隊からこの地域商社としての働き方への変化っていうのはどんな風に感じていらっしゃいますか、うん。そうですね。やっぱり自分たちで稼がなきゃいけないっていうのはあのすごく。 こう身に染みて感じるところがありましてやっぱり地域おこし協力隊の3年間があったからこそあのいろんな方に知って頂い,いてつながりがあって助けていただくこともありますし栗山ファンまあいわゆる関係人口を作るためのこう手段をちょっとずつやってるんじゃないかなというふうに思っていて。 やっぱりこう人口減少とかいろいろな課題はあるんですけど、町が元気で生き残ってほしいなっていうのがやっぱり栗山町出身者としてはああはい、はい、あるので移住しようとか、ええ、そういう方を増やしていきたいなっていう思いがあります。さあ今回は地域商社ということで、ええはい、栗岡そしてカーチンの取り組みいろいろ見てきましたけれども、はいええ、先生いかがでしたか？はい、あのどちらもですねやはり地域にある資源を、うん どうやってビジネスにして最終的に稼ぐかっていうことを一生懸命考えてますよね売りたいものを買いたい人のニーズと結びつけるないしは買いたい人がもしかすると何がニーズかわからないときにそのニーズを掘り起こして顕在化してあげるでそれが勝者の役割だと思うんですねで例えば今日の ちちゃむちゃ美味しかったとしかったす、ね、会長がおっしゃっていた通りで自分たちは一生懸命120%いいものを作るんだけども、うん、それがなかなか全ての人においしいっていうのを伝わっていかない、うん、でそこを伝えていくのがまさに地域商社の仕事で。うん 栗お子さんはこれからそこら辺のところで頑張っていっていただけるとあのおいしいコーンやスイカが全国の皆さんに届くのかなと思ってすごく期待したいいと思いました、ねはい、まさに今そういった魅力の発掘までもうすでに来ているのでそ、うんはい、そこここが知恵の絞りどころで。 やっぱり知恵とかですね既存のものをうまく組み合わせて新しいコンビネーション、新結合を生むことでのイノベーションとかそういうところに地域商社の,そのまあ強みがあってほしいなと思いますそれでは今週の K ナビはこの辺で失礼しますまた来週です。